皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。今日3月4日静岡県の公立高校の入試が終わりました。やっと終わったとほっとしている人いるかもしれませんね。発表は15日の火曜日になっています。ということで今回はこの公立高校の入試の問題、学力検査の問題、これについてちょっと考えてみました。ここに科目として英語が入っていないんですけれど、英語はほぼ例年通りで、レベル的にも内容的にも例年通りと同じだったので、ここでは取り上げませんでした。まず国語からです。国語は文学的文章、この文章ちょっと長めでした。しかし題材が子どもの身近なものだったので、問題を解くのにとても分かりやすい問題で、いい問題だったと思います。登場人物の気持ちなんかも、子どもたちね、つかみやすかったのじゃないでしょうか。他の問題、古典とか他の説明文、これは例年と同じでした。大問の語、作文、これは普段から自分の意見をまとめる練習、これをしていた人はやはり簡単に書けたと思います。次は数学です。数学は大問の2の括弧3に確率が出てきたんですね。数字が書いてあるボールが6つあると、正の数と負の数と0が書いてある。それから同時に2つ取り出した時、条件に合うものを探すと。で、文章を読んだだけだとどんな風に解いたらいいかね、ちょっと分かりづらい人いたんじゃないでしょうか。しかしこれ文章を読んで樹形図を書ければ、樹形図を書く問題だって気づけば、実は簡単に解けたんですよね。文章だけだとちょっと分かりづらい、じゃあ樹形図を書いてみようとこう思った人は簡単に解けたと思います。樹形図書いて条件に合うもの、これを選べばよかったわけです。それから大問の3の資料の活用、この括弧2の方が文章がちょっと複雑になっていて、何を言ってるのか、何を求めればいいのか分からない人かなりいたんじゃないでしょうか。やはり文章を読んでそれを整理してから考える力、こういうものが求められている問題でした。そして理科と社会ですけれど、これ文章の量が結構多くなっていますよね。読まなくてはいけない文の量、これは多くなっています。そして文章と資料を元にして読み取ったものを整理して考える、それから理由を説明する問題と、こういうものが増えていました。つまり全体を通してですけれど、やはり文章を読む力、読んだものを整理してそれから問題を解くと、特に説明する問題、こういう問題が増えていると、こういう傾向が見られたと思います。今回静岡県公立高校の問題を自分も解いてみてこのように感じました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。